マフラーの音がね、ものすごい静かなんですけど、来週ね、ユーザー車検受けますので、それでね、マフラーとかね、あとミラーとか、バーエンドとかね、結構ねダメなところがありますので、ダメっていうのは車検通らないってことですね。それを車検が通るように、直しました。はい、また車検終わったらね、すぐに、元のね状態に、戻すんですけど、静かすぎるね、やっぱりね、まあ、僕のこう持論なんですけど、バイクはねある程度音があって、ここにバイクがいますよっていうのをね、相手の車、周りの車にねちょっと分かってもらう、まあ、あんまうるさいとね、ツーリングとかでね帰りとか体が疲れると自分のバイクの音がねすっごいうるさく感じるようになるんですね。まあ、ある程度が一番心地いいかなと思ってますっていうとね、まあ、あくまでこう僕の持論ですからね。でめっきりね涼しくなってきたんですけど、なかなかバイクにね乗れてないですね。自分の休みの時ね、ちょっと天気に恵まれなかったことが多くて、まあ、そういうのもあってね、元ブログもかなり久しぶりという感じではありますね。1ヶ月ぐらい多分ね、更新、お、なんだ今、カーブだ。クロスカーブかな。最近その 125cc のね、セカンドバイクね、非常に欲しいんですけど、まあ、最初増税前にね、買っちゃおうかなと思って、まあ、一応うちは家庭もねありますので、まあ、家の人にね相談したところですね、まあ2台もいらないんじゃないかっていうことになってですね、まあ趣味をなかなかねこう理解してもらうっていうのは、まあ、難しいなと思うんですけど、まあ嘘でもいいからね、2台もどうすんのって言うから、まあ、通勤に使うとか言えばよかったんですけどね、つい正直にあのとことこ乗りたいって言っちゃったんだよねね、とことこって何っていう感じになっちゃってですね、まあ、当然許可が下りなかったんですけど、まあ要するに本音で言うととことこ走りたいんですね。まあ、もちろん MT-09 1台でね十分といえば十分なんですよ。なのでうちの人が言ってることはもう非常にね間違ってないんですけど、最初グロムいいんじゃないかなと思ったんですよね。ただグロムねこう、まあ、形的にも用途的にも多分ね、多分ですけど MT-09 と相当被るんですよね。まあ、MT-09 もねちょっとね、正直言うとグロムっぽいところがあるんじゃないかなと思うんですけど、 あと僕が乗ったらグロムっぽくなる、ね、体はちょっと大きいんでね、まあ、形も似てなくもないんでね、まあ、もうちょっと違う路線もいいかなと思っていろいろ調べてきたら、やっぱカブね一度はやっぱり乗ってみたいなっていうのもあるんですね。あのロータリーシフト、クラッチなしでねガチャコンガチャコン5ギアを変えられる仕組みに、まあ、1回は乗ってみたいなっていうのもあるんですけど、まあ、とにかくね原付2種、まあ、任意保険も非常にね、この MT-09 の、特約としてね、まあ、見積もりとか出してもらったんですけどプラス1万円ぐらいで、保証がね任意保険が、使えるようになるということで、まあ、新たにね任意保険を組むとなると6等級かなからのスタートなので、まあ、僕の年齢だと、まあ、おそらく月3万ぐらいからのスタートになるんですね。まあ、毎年毎年等級が、上がってですね割引率が高くなってくるので、まあ、10年以上とか乗ればね
まあ、果たして10年原付にしね乗るかどうかもわからないしね。いや、しかしこの、バーエンドミラーじゃないと非常にすり抜けしやすいですね。やっぱ車幅がこれ全然違うね。ただね、半分以上腕が映ってますね。はい、なのであのバーエンドミラーは割と見やすいんじゃないかなと思うんですけどね。まあミラーがあれちっちゃいからね、ちょっとその分ダメなんだけどね。まあ僕的にはバーエンドミラーかな、もうあれ慣れちゃったっていう感じもね、ありますね。何話したんだっけ、なんだっけ、あ、保険ね、うん、150cc のバイクとかありますけど、あれはもう原付2種じゃないからね、高速道路はまあ走れるという利点はあるんですけど、まあ別に高速道路はね、この MT-09 でも全然いいんじゃないかなと思うので、特に必要は感じてないですね。まあ、ということで、125というのはね、非常に魅力的なカテゴリーなんじゃないかなと思っておりますね。で今一番欲しいのがですね、モンキー125なんですけど、まあ、とにかくあれはもうデザインかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、レンタルバイク借りてね乗る機会欲しいですね。まあそんな感じですね今ね、うん、まあまあどうなるかね分かりませんけどね、気が結構コロコロこの、数ヶ月で変わってますからね。で、来週ね午前中車検で午後モーターショーにね行ってこようと思ってますので、そこら辺のね 125cc のカテゴリー、注目してしていきたいなと思ってます。LED バルブ今ついてるんですけど、これねこれでね、受けようと思ってますんで、まあどうなるかね、そのレポートみたいな感じでね、まあ前回の車検動画あれね本当撮影禁止なんですよ車検所ってね。ね 車検場は撮影禁止ですよ、なんですけど、まあちょっとねカメラを回しちゃったという、非常にね、ちょっと失礼な、動画ではあるんですけど、まあ、今回はさすがにね車検の調べてるところはね場内っていうのかな、あそこではちょっとカメラどうしようかな、浩司君とこだけ撮りたいんだけどな、ダメかな。ダメですよね、はい、なんでね、まあね、受かりましたという受かりましたとか落ちましたとか、そのぐらいの報告になるんじゃないかなと思いますんでね、そんな感じでございます。はい、ではまたの次の動画でね、はい、お会いしましょう。